松本君、はい、はい、反省テイク e 2でございます。はい、はい、皆さんお疲れ様です。今週もですね週刊フレーバーを見ていただいてありがとうございます。今中川さんの方から言葉がありました通り、実はですね、これテイク e 2なんですよね。あの一回先ほどですね今ちょうど週刊フレーバーのね今回の反省会の方を 録画したんですけども、どうもね、こう音声にノイズが、えー、入りましてですねで、そのノイズのちょっと原因を突き止める形でですね、今ちょっとあのテイク2の方を、えー、こうして撮っております。えー、週刊フレーバーの、ね、内容の方はですね、まああの、前回から引き続きでですねあの折り紙ドリッパーを使った、えーまあ、回ということで、まあ、前回ですね、最終的にうやむや,うや,むやになってしまったあの折り紙ドリッパーの、まあ ほぼちゃんとした使い方っていうかねこれちゃんとしたやり方っていうのをどうするっていう話のところで先週終わってしまったんですけどでまあ今週はですねまあそんな中中川さんがですねいろいろ研究してその折り紙ドリッパーを使ったですねこう土手、うん、土手方式の研究ということでまあ新た,新たなこう テーマを持ってきましたんでじゃあやりましょうということで、まあ、折り紙ドリッパーですねただまあ,あの実際にこう土手をやってもらったわけですけどただ、えー、僕と同じでですね皆さんの方も思ったと思いますけどまさかあの使い方と、まあ、確かに折り紙ドリッパーを使ってって中川さんがそこにねすごいこだわってたんですね中川さんがでたまたま僕があの画面の構成上からその使ってっていう言葉を省略した形になってますけど なるほど折り紙ドリッパーを使って土手の研究ね、まあ、間違いないねっていう感じですけど、まあ、あのただ、えーね、あのコメント欄の反応もそうでしたけども結構皆さん受けも良かったしあと僕の方も純粋にこう土手の、ね、抽出の方法っていうのはこう名前は知ってますけど理屈とかその原理とかあんまりよく分からなかったんで、まあ、それ今回、ね、中川さんが実演も含めてあの説明してくれたんで。 えー、そちらの方はねすごいありがたかったし、まあ、皆さんの中にもね、えー、こう実際やっててもうこうはっきりとね理屈が分かんなかった人もいるかもしれませんしあとまあ本当にこう折り紙ドリッパーのね新たな使い方というか、まあ、そういったものをですねか、まあ、いま見れた感じがして、まあ、あれで折り紙ドリッパーが、ね、欲しくなった方興味を持った方もいるんじゃないかなというふうに 思いますでこういうふうにですね、まあ、あのテイク1同様一生懸命喋ってますけど果たしてここでここでもしノイズが入っちゃうとですね、えー、テイク3になるのか、えー、お手上げになるのか、えー、分かりませんけどあの逆に言うとその今,日今週に関しては週刊フレーバーに対する反省は 正直、綺麗に時間通りり、ね、まとまった部分もあり中川さんのリハーサルの成果もありまして、うまくまとまったと思うんですけど、残念ながら、この反省会がね、テイク2まで進んでしまっていることにですね、ちょっとこう、反省を覚えなければいけないんじゃないかなというふうに今思いますけど、まあ、どうなるか、今からちょっと試してみたいんで、このテイク2はですね、この辺でちょっと終わりたいというふうに思います。はい